いらっしゃいませ、姫。今日はどんなお酒を飲みたいですか？よいしょ。こんばんは。今日は少し疲れているから、リラックスできるカクテルをお願い。承知しました。それでは、フルーツをたっぷり使った特製カクテルを作りますね。よいしょ。ありがとう。最近、仕事が忙しくて全然休めないの。そうなんですね。それは大変です。少しでもここでリフレッシュできるように、全力でおもてなししますよ。よいしょ。ホストさんはいつも元気そうでいいな。何か秘訣があるの？実はね、パオパオしてきたから元気なんです。パオパオってリフレッシュできるんですよ。パオパオ？それって何？秘密です。笑い。なるほど、私も試してみようかな。よいしょ。